バガバガやっていくわ、パート4。え、4もう違うっけ。いや、パート4です。パート、うん、4ですよ。うん、4。何の指摘だよ。ちょっと真剣に考えちゃったよ。スロット1よ、何飲もうとしてんの。今日はコーヒー。おそろい。私もコーヒーをいただきます。私たち、これでおそろいでしょ。あ、相変わらずロードが長いな。どういう結論に至ったんだっけ。投資をちょっとやめようって。そうなんですよ。多分ね、投資しすぎて月の頭のお金がないので、うん、確かに投資は大事なんですけど、うん、もちろん長い目で見ようと思って、ね、はい、10% くらいでいいんじゃない。 58% か。そうですね、変更してください。 10%、 20% ってことですよ。 20%、 いいじゃないですか。 20% で、どうなるかですね。これが 100% にいったら多分、うん、いくんでしょうね、削減に、あの次の前にね、はい、で、 出たお金でちゃんとあの立てて、はいはい、そうですね、店舗を増やして、はい、そうですね、とりあえず次の月行きますか。今は特にあれか、28日だからね、何もないでしょ。今月の売り上げを見てみましょう。うん、はい、前です。売り上げはどうでしたか。これがバーガーキングがね、あー、2位に躍り出てますね。あ、でもなんか差は縮んでんすかね。わかんない。なんか並んで横ばいな気するな。チキンは前から一番やばいや。はい、3個品作れる。3個品9点倍倍差つきましたね。いっぱい作ればいいってわけじゃないですか。さあ、でもこの前4段だったんでしたっけ。あ、そうですね、投資今100万ぐらい今投資に使いましたね。あ、ほんとほんと。はい、でお金残ってるのと曲がちょっと穏やかに。そうだね、春だから春の訪れを感じる。夏になったんじゃない。夏、夏の訪れ、4月、夏の訪れですね。これはパッ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 、今まで7段のやつ作ってなかったんですか。そうですね、初期のやつだけ。そうですね、だから段数が少ないのを一掃したらどうなんですか。ちょっとそうですね、今売り上げ悪いやつを見て段数上げて、さらにいいやつ作ってきますか。それは結局いいじゃないですかね、はい、そういうことになるんですよね。そうなると売れてないのはお魚バーガーかションバー。いや、 DBS はセットか。それセットですね。そうですよね。この普通の親子セットは何だろう。普通の親子セットも少ないですね。そうですね、なんか値段間違えてるんじゃないですか、普通の親子セット。じゃあ普通の親子セットとりあえず買えるとして、普通のハンバーガー単品で考えると、これはションバーかお魚バーガーのビルドアップじゃないですか。そうそうです、はい、DBS は DBS セットでしょ。あ、セットか。あ、はい、そうか、 S はセットですね。さっき言ったよ、 DBS でしょ。じゃあめっちゃ売れてんじゃん。うん、おー、いいわ、はい、じゃあもうどっちが低いんだこれ。一応ションバーの方がなんか2000円ぐらい売り上げが、数的には、数的にはお魚バーガーの方が売れてない。いいっすね。お魚バーガーちょっと買えますか。そうですね、ここは、うん、あ、両方買えるっていう手もありますよ。僕がお魚バーガー分買えるんで、ショーンがションバーのグレードアップを買ってください、はい、で、あとは今月はお金貯めて1店舗増やせたら増やすで終わりにしましょう。増やしたいね、はい、まあ、1店舗増やせるでしょ、売上的に。じゃあまず僕からお魚バーガーに代わる何かを、なんか魚の逆を行こう。この前えのきを手に入れただけですよね。そうっすね。その後何も拭いてないですよね。お魚の逆を行く。じゃあ肉か。あ、じゃあちょっと、はい、ここはもうなんか僕は無難担当で今回は。前回えのき作ってありましたけど。でもなこれ結局無難のが売れると思うのよ。ここはちょっととっておきの。とっておき。でもこのあのゲームって味のことについては何も言われないよね。そういえばそうですよ。あ、でも塩辛とか言われるけど、はい、まあ、あんまりひどいと言われるだけですよ。だからこれ結局、はい、彩りとカロリーだけで生きていけんだよ。あ、だから この彩りすごいと思うよ。これで、いやでも味もだって監修にどっかの料理人さんついてましたよ、うん、マジで。はい、だからこれとこの味の組み合わせっていう相乗効果きっとありますよ。合わせたら多分ね。あ、そうなの。はい、多分ですけど、これに、うん、ケチャップ、ケチャップ、ケチャップ、デミグラスかな、うん、これでどうですか。これ美味しそうじゃないですか。これあの今ライバル店のバーガーコングのパクリのワッパーですね。これワッパー前も作りませんでした。前ねワッパー作ろうとして、うん、あんまり無難だからショーに変わった。やめようって、はい、あ、そっかそっか。もう改めてワッパー作っちゃいます。これは売れるでしょ、うん、これ星5いけばいいな、ね、はい、バガキン美味しいかな。バガキンって略すみんな。
バガキンって略したことないですね。じゃあ俺だけだな。え、もしかしたらショーンと一緒って人もいるかもしれないですよ。バガキン、はい、バガキン行こうぜって。はい。パクリバーガー。あれでしょ、食べれちゃうってことでしょ、パクリと。はい、パクリ。そう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 。うまい。座布団3枚。ありがとう。はい、じゃあショーン作ってください。お魚バーガーに変わるもの、お魚バーガーに変わるもの一応僕作ったんで。あ、そうかそうか。ションバー、ションバー、ションバー。コンセプト何でいきます？どうしましょう。見栄えがいいでいきます。はい、映え。映え。映えるバーガー。映えバーガーよ。バイバイバーガー。ハエタカってそうだ。最悪だよ。できましたね。あ、でもなんかこれ上下挟んでるのなんですか、上と下の黄色いのは。卵です。これ卵。あ、もう卵のソテー。あ、グリル、グリルか、グリルだ。うん、卵のソテーはねえわ。似てないですね。グリルなんですね。そうよ、はい、ダブルエッグバーガーにするわ。あ、そうやって名称つけたら普通ですよね。そうだよね。ダブルエッグバーガー。これ名称なんかポイントに入んないのかな。名前がいいですね。名前がいいですね。画数がポワーン。はい、ダブルエッグバーガー。これで OK。 はい、さ、シャウンをかけた。いつもシャウンかけてるな。シャウンね、いつもかけすぎ。シャウンかけすぎ。まあ、にゃくまあ、この適正価格でいってみましょう。はい、どのぐらいまで融通効くんですかね。下げた方がいい、高くした方がいい、ね、それはもう開発者に聞くしかない。あ、うわー作った。さあ、買いすぎが足りません。メニュー買いましょう。では、こちらのですね、売れてなかったションバーガー削除、これ消して、はい、そして、お魚バーガーも削除、はい、そして残りのこれパクリバーガー、パクリバーガーをメニュー登録、はい、空いてるところにパクってんな。あ、でも段数が違いますね、やっぱり、うん、ちょっとボリューミーだね、はい、さらにこちらもはいはい、あ、色味いいですね、これなんか、ね、色はなんか鮮やかで、ちょうどその横にすぐ茶色いの2段あるんで。そして、セットメニューの、うん、普通の親子セットが今売れてないんだよね。これ買えよう、はい、これ削除しましょう。ポンポンポン、はい、セット作る。これはさっき作ったやつにしましょうよ。もういきなり、売れるだろうと踏んで、そのさっきアイジズムさん作ったやつなんてやつでしょ。僕作ったのはパクリバーガーです、ね、パクリバーガー、ね、ワッパいいよ。ワッパセット、パクリでいけちゃう、パクリでいけちゃうセット、パクリでいけちゃうだけですよ。そうですよ、はい、パクリバーガーだから、はい、いいじゃないですか。パクパクね。パクちゃパクパクいけちゃうから、これであのパクリバーガーは、はい、ちゃんと読んだらこうだったなるんですよ。パクパクチー。パクチー。パクチー入ってます。パクチーとても入ってないだろ。チーパック全然ない。じゃこれでこれメニュー登録しましょう。でなんか1個消えてますね。お魚バーガーかなんか作ってたのかな。もう1個じゃあショーに作ってもらいましょう、はいはい、ではん、あ、これでいいのか進めて、はい、そこを変えましょう。これをまず変えて、基本おもちゃなしでいきますね。さっき使ったんですけど、ダブルエッグバーガーいきますか。売れると踏んで、はい、ダブルエッグセット完成です。はい、あ、いいんじゃないですか。メニュー登録しましょう。メニュー登録、はい、ここですね。ポワン、はい、なんか氷、水飲んでるみたいです。これなんか神社なんだよね。、はい、これで進めてみますか、はい、時間を進めてみましょう。これは行ったのでは。いや、コーヒーも運びますよ。仕事なのに。いや、やっと儲けが出そうですね。お、あ、来ましたね。これ星5行ってほしいな、はい、パクリバー色味がいいですね。総合評価、うん、カロリーは普通。あー、行きましたよ。まあまあまあ、平凡な売れ行き4つ。いいじゃん、いいんじゃないですか。ダブルエッグバーガー来ましたよ、はい、色味はいいでしょ。あー、もう黄色鮮やかですからね。美味しかったみたいです、はい、あ、やっぱりカロリーは段数増えるとなかなか。あ、3か、3か、まあ、悪くはないですよ。ちょっと売り上げ見てみますか、はいはいはい、マネジメントの明細。やっぱ明るい色使った方がいいのかな。どうですか、ダブルエッグバーガーも。あ、いいんじゃないですか。パクリバーガーすごいですよ。パクリバーガーはやっぱりパクリだけあってすごいですね、うん、パクリでいけてますね。ダブルエッグバーガーはそんなすごくないですね、はい、あー、そうですね。なんならこの中で一番下ですね。そうっすね。なんならね、エッグエッグはダメですか。エッグエッグはダメだったか。エッグベーコンにすればよかったかな。エッグベーコン、ベーコンエッグレタス、レタス、まあまあまあ、一回ちょっとこれで1ヶ月やりましょう。せっかく作ったんですから、100万円使ってますから。そうなんだよ。いや、でもまあ、やっぱダンス上がると安定はしてきますね。その通りですね。ずっと、あ、これはあのパクリ先の
コングさんが10店舗到達したみたいですね。で我々は、はい、1500万貯めないと建てられないですから。早く星上がんないかな。あーこれね、映画館ムービーを見るですね。合わせてたら見れるってやつですね。あこれお金貯まんないですねこれ。えっとそう今700万でしたもん。あんま溜まってない。はい、今もう26日ですからこれダメですね。あ現状維持しかしない。現状維持になっちゃいますよこれ。マジか。売上ちょっとずつ上がってんすけどね。まあね、店舗差つけられてきてんな。店舗差ですよね、はい、あ、上がりましたよ。はい、まあでもお金はちょっとね溜まってきているがあれでもあの我々打倒あ、うんって言ってますけど、うん、あの元のやつなんか店舗減ってきてませんでした今。え嘘、潰されてきてんじゃないの。やっぱじゃあ打倒、はい、あのコングですねなってきて、うん、ちょっとタイトル変えますか。打倒コングだから野菜ルート知り確立しました。やった略して DK ね、はい、そうすると次どうします。野菜が安くなった。何に投資します。何が食材のコスト削減をさらに続けるのか。調査部なんですか。他店のメニュー見ることができる。これはまあまあまだまだいい。研究センターってハンバーガー純粋なって、はい、段数を重ねて星がポンポン上がっていくなら段数を重ねた方が楽しいですよね。あでもこの品質がアップで売り上げが上がるのか、マネジメント力が上がって、まあ、結果売り上げが上がるっていう。結局全部だけダメなんでしょうね。まああった方がいいんで、なんかどれか2つにテンパーずつとかだったら一番バッチャー。そうしますか。それもありだと思いますよ。じゃあ段数に、うん、バーあとどっちかにしましょう。新人研修だった。新人研修。新人あんまいないからね。じゃあバンキューセンター。品質上げておきますか。はい、バー。難しい。あれこれ一個ずつ。あ、一個だけ。そっか。あ、一個ずつか。あ、そうなんだ。あ、じゃあどうしましょう。先に今回20個やりましょう。じゃあ、けんやったことないやつ、ね。品質やっていきますか。これ結構難しいよな。これで、1500万貯まるまで倒しましょう。はい、わんこのまま今月終わっちゃったらどうしよう。あ、よかった。あ、食材会社の失礼します。ここへお通しします。いつもお世話になっております。こちらアスパラガスをお持ちいたしました。いや今後アスパラガスの仕入れは私どもにお任せください。やったさあアスパラガスを使って新しいハンバーガーを作りましょう。ちょっとねアスパラガスか一回時間飛ばしていいですか。そうですね、はい、アスパラガスを使えって言われましたね。こちらとしましてもね、あちょっと今月終わっちゃった。あらアスパラガスを使いたい気持ちは、ね、山々なんですけどね。売上順調に上がってますけど我々売上下がってきてますね。え本当。はい、これ4800万、さっき5000万でその前5100万ぐらい稼いでたのがだんだん落ちてきている。これできてるのかな。これバーガーキングに流れてってるんじゃないですかね。そういうこと。はい、まずいぞ。その可能性はありますね。バックだってこれ1店舗だってさっき 2,3 店舗あったと思うんだけど、かわいそう。ちょっといや1500万いったんでまず立てましょう。立てましょうよ、うん、あのバーガーコングないところに立てよう。いやぶつけてった方がいいと思うんですけどね。はい、で人気が高いとこにしなきゃいけないんですけど、こればっかりは分かんないからな。東区どうですか。そうっすね、ここあたりぶつけていく。バーキングがここにある。はい、あ、コングでした。すいません、違いますね、全然違います。青いのが多分バーガーコングでしょ。青いのがここにぶつけていくんでどうでしょうか。ぶつけていきましょう。はい、これ立てるのね。どうしようか。これ見るのが間違いない。で、出店です。店舗。はい。はいはい。あ、いいですよ。中型店舗なんていつ立つんだって。あ、ね、2位ですね。人気に。まあ、1よりは上がってますね。一番最初だけでしたね、3だったの。人気4とかくれよ。出た時ね。はい、出たとこ勝負。はい、飛ばしてみましょうよ。じゃあ、いや、お金が10万円貯まるんで。100貯まったらそこ作る。はい。作りましょうか。今、さっきの僕の。ダブルエッグバーガーが、はい、変わりました。じゃあ早速アスパラガスを使って。いや絶対やめた方がいいと思いますいやだってね、一応使う。せっかく来てますから、うん、それが今このゲームの醍醐味じゃないですか。それを使うのかいっていう。じゃあアスパラと、はい、アスパラはゆりで、ゆでコンセプトなんですか。アスパラガスって肉巻きじゃないですか。豚
ポークパティしかないけど、豚とあベーコン、ベーコンで、ベーコン、アスパラとベーコン、はい、これいけるでしょ。ベーコンを焼く、はい、でアスパラは、アスパラどうですか。アスパラそういう時やっぱソテー、ソテーないな。茹でる、茹でるか、茹でていいか、茹でていいか、うん、うん、茹でていいかな。チーズうまいでしょ、ベーコンチーズ、ベーコンチーズうまいもんだって。あ、そう、うまいでしょ。あ、そっか、じゃあそれでいきましょう。これマヨネーズよ、マヨネーズ、アスパラにはマヨネーズでしょ。はは、え、どう、うまいよこれ。もう一個いけます。はい、もう一個なんか入れます。これ何入れたらいい。ちょっと、うん、もう一個ベーコンとかどう。あ、ダブルベーコン、うん、ローサームは。いや、どうなんだ。ここで俺なんとも言えない。グリル、ほら美味しそう。ちょっとパターンでしてみて。すごいベチャってしそう。ハムじゃないな。ハムじゃないですね。これなんだと思いますでしょう。いや、これ野菜、普通に野菜、アスパラ以外の。あ、でも野菜、はい、キュウリは、キュウリ、キュウリ、キュウリか、キュウリですか。ピクルスじゃないの。ピクルスは漬物、漬物、じゃあピクルスにしましょう。ピクルス入れてみます。パラパラ。いや、でもなんか悪くないと思うけどな。これに開発費100万かかるんでしょ。そう言われるとちょっと、そう言われるとちょっと、これちょっとどうです。なんか単品それぞれで見てバランス悪くないと思うんだけどな。色鮮やかではあるね。ああ、これでいきます。いって、僕これちょっとやばいと思いますよ。本当ですか。かといってアスパラを使ってどうにかしようって言われても、こう、いや、ポーッと浮かばないですけど。ちょっとこれ行かしてください。行きましょう。じゃあこれ でこの後ショーもなんか1個作ってください。段数7段でね。じゃあ、はい、スピルバーガー。じゃスピルバーガーで。もうなんか終わったって感じしますね。まあ66円でステーコスト、はい、スティーブンスピルバーガーでいきましょう。スティーブンスピルバーガー1つください、はい、60円、はい、こちらが100万円で残金3912円。見に行きましょう。火の車だ。じゃあ早速、先ほど作った、ダブルエッグバーガーセナーで。こちらメニュー登録スピルバーガー でつきましてはセットがね、今セットメニューが多分外れたと思うので。あ、そうですね。そのスピルバーガーを、はい、スピルバーガーでいいのか。あ、まずいかもしれないね。他の売れてるバーガーどうですかね。何が売れてるんでしたっけ。原価が高いやつ入れてみて。原価とかダブルバーガー売れてましたっけ。なんでこれがみたいなさっきはね。はい、まあ、スピルバーガーでいいですか。後悔しそう。まあ、スピルバーガーなんで、うん、恐竜が、ね、やっぱり1なんでね、はい、監督が監督コーラ好きだから。ポテトは L サイズ、はい、L サイズ。ドリンクも L サイズ。アメリカナイズして、はい、ナイズしていきましょう。ルビーセットじゃないですか。いや、コンセプトは悪くないですよ実際。そうですね。まあ、問題は味ですよね。いや、これだってわかんねえよ。ショーンはもう今のところ味っていうか、もう見た目の色となんか組み合わせだって思ってますよね。意外と僕は味の味同士のこれとこれと組み合わせたら評価が上がるみたいなのがあるんじゃないかと思ってるんですね。はい。まあ、印象、見た目は鮮やかですね。あれ4位いきましたよ、ほらほらね、だからあるんですって。やっぱ例えばベーコンとアスパラガスみたいな。マジか、はい、そっか。ショーンだって星2とかと思ってましたよね、きっと。ダメだと思って、はい、だからあるんですって。え、マジか、はい、え、じゃあちょっと売り上げはどうでしょう。君のバーガー迷彩リズムバーガー、ショップで迷彩見ちゃう。オールスピルバーガー、ほら、あ、すごい、一番じゃん。パクリバーの次、おかぐりバーガーぐらいに並んでますよ。マジか、はい。なんで数字見てまだ信じないんですか。じゃあ、はい、SE の項はムービーバーガーのムービーセットがちょっとやっぱいろいろつけすぎて売り上げ良くないんですけど、販売個数が少ない、高すぎて。あ、はい、まあ、とはいえこうなってくると次グリバーですか。グリバーって僕がグリルばっかり3段ぐらいに入れたやつ。ほうほうほう、上から4つ目。はい、この代わりにショーにちょっと作ってもらえますか。グリバーも同じくらいですか。ああ、じゃあどっちか。いい感じですね。グリバーいきますか。
じゃあちょうど100万またたまらないショーに作ってもらいましょうか。すぐたまらない、はい、すぐ作る。これ火の車よ。キッチン行きましょう。食材選択、バンズ。バンズ1個しかないの辛いね。あー、これもね増えるんですけどね、うん、俺ほんと早くあれ欲しいですよね、あのライスバンズ、うん、あーなるほど、はい、あとセサミとかね。グリルバー、うちってポーク系ないのかな。あんまないんじゃないですか。ポークパティも1種類しかないのか。だからポークにとんかつ作りたいですよね。あ、いいですね。ポークにマスタードって合いそうじゃない。そんなことない。合わなさそうだな。なんかこうパンチの効いたやつ作りたいな。豆腐とか。豆腐すき焼き、すき焼きバーガーに豆腐入れたらいいかな。じゃあ豆腐バーガー作ろう。豆腐バーガー作る。さっきまで僕のアスパラガスあんだけこきおろしといて、なんで豆腐バーガー作ろうになるんですか。豆腐唐揚げしたらすごいっすよ。唐揚げすごい。無理だよ豆腐は。もうこれ何と組み合わすんだよ。貝割れのさこうさ、はい、おつまみさこうさ。おつまみバーガー。あ、貝割れなどこ。貝割れなサラダに。おしょ、はい、貝割れなこれ生えてるでしょ。はい。あー生えてきた、あー生えてきた、これ美味しそうだ、ね、あー生えてきたよこれ、うん、生えてきたでしょ、はい、この下には豆腐と何が合うかって言われたらちょっと分かんないっすね。大根おろしじゃないかな。やっぱり揚げた豆腐に、うん、鶏肉、鶏肉はささみ、ささみしかもフライフライか、煮るじゃない、煮る、うん、あうん、いいよ、どう、いいよ、はい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 、さらに豆腐で挟んでいきますか。もうダメだよそれは。ダメだよそれは。ダメだよ、ダブルTなんて欠かせないんだからね。そうね、もうちょっと玉ねぎもピリッと入れていきますか、はい、ピリッと生の玉ねぎをピリポリッと、うん、そうしましたら、はい、こうおのずと決まってくるわけですよ、はい、味噌、味噌しかない。僕ら困ったら味噌ですよね。これですよ、これですか、これでいきますか。あーこれでしょうね、はい、これこれ、まあこれですね、うん、まあまあこれよ、まあこれ、うん、まあこれですね、こうで、はい、なんかあのラーメンの具材見てるみたいですよ。見るとこの貝割れ菜とチャーシューみたいな。豚じゃないけど。あ、美味しそう。全体的に肌色だぞ。どうしようかな。いや、じゃあもう、はい、これでいきましょう、はい、ファイナルファンタジーバーガー。幻想、最後の幻想、最後の幻想、うん、FF バーガー。我々はこれにかけてるんだと。これでダメならもうダメだと。結構高いな、300円でいいよ、これ、はい、こんなもん300円。こんなもんって言った。こんなもんって言った今。エビフバーガー、はいはい。はい。いつも開発費用足りねえな。これメニューを、はい、グリバーかな。セットメニューを。セットメニュー、セットメニューですか。あ、お前間違えました。はい。ハンバーガーメニューのグリバーに行きましょう。ありましたね。そうだった。はい、あ、これですね。はい、これ削除。してで、依頼として消し中で、一番右の方行って、はい、ここにこれ FF バーガーを入れて、ですね、はい、ちなみにセットの方はまだちゃんとあるのかな、あるんじゃないかな、じゃあこれで×、セットメニューを見ましょう、3つあれば、あ、4つありますね、4つありま す, ではです、ね、はい、あ、これ、これ段数少ないですよ、すみません。全部こう変えましょう、本当だ、買いましょう、今売り上げいいやつ他何でしたっけ、見てみます、はい、ごめんなさい、わかんないです。明細、ズムセ、ズムセね、売り上げいいんですよ、いいな、じゃあこのまま残しておきましょう、はい、ムービーセットがちょっと高いぐらいかな、おうおう、ムービーセット値段を安くしたりしてみます、はい、おもちゃなくてもいいやろ、コンセプトすぐスピルバーガーだって言ったら、あ、まあ、一回味見ましょう、はいはい、いや、はい、彩りはね、いいと思うよ、この通りです、はい、やっぱ肌色なんか全体的に地味なピンクだもん、なるほど、ね、まあそう、はい、カロリー OK だ、あ、カロリーだね、うん、もうちょいでよかったな、いやー、そうか、目線見てみましょう、
あ、そう。エレバーガーはもうなんか作るたびに一番下だもん売り上げが。あ、そうですね。ほら、おかしいな。豆腐は無理だよ。販売個数唯一1000切ってますこれ。おかしいな。ちょっと今月の終わりまで行って、今回終わりましょうか。そうですね。はい、でもおかしいな。どの辺がおかしいのか、ちゃんと行動でちゃんと温泉巡りの旅に出ましょう。じゃないっけ。貝原や宿のおかみさんと、あ、貝原が？貝原さん。お、これ食材フラグ立ってますよ。本当？はい。なんかください。喋ってません。喋ってた俺。もぐ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 。おや？いいところに来ましたね。おかみさんいいものをくれましたよ。お、松茸。これ使うよ。え、キノコだけバーガーが作れる。やった。マツタケを使って新しいハンバーガーを作りましょう。絶対儲かるよこれ。いけるいける。マツタケ使おう。いくらになるんですか。いやちょっとわかんないですけど。じゃあ、次回マツタケバーガー。マツタケバーガー現る。マツタケバーガー現る現る。さあ、あ、知人だか。うん。あ、でも売上だいぶ伸びましたね。まあ一個店舗増やしましたから。はい、あ、そうかそうかそうか、そうか、店舗数の差がね、如実に現れてますね。はいはい、やっぱ店舗増やしたらいいのかもしれないですね、まずは。どん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 ね。はいはい、あー、もう資金がね。はい。開く一方ですよ、これ。ここ終わります。よーし。はい、じゃあ、今回はここまで。次回、超ご期待。マツタケバーガー。マツタケバーガー。売り上げ爆伸びですよ。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。